こんにちは、カジケイコです。今ですね、スマホと、パソコンと両方で撮ってるんですが、っていうのがですね、前回パソコンで、撮影してると、パソコンの途中で動画が切れちゃってですね、止まっちゃって、動かなくなったんですね、画像が。で、音は入ってるんですけど、それで、パソコンの、NEC の、ラビなんですけども、最近ちょっと小型の13インチ の、 携帯用というか持ち運びに便利なのを買って、それで撮ってたらですね、ちょっとね、画像の色もちょっと悪くって、やっぱ、15インチぐらいのがいいのかなとか思ってね、ちょっと失敗、買い方がちょっと失敗したかなと思ってるんですけども。で、今朝っていうか、夜中にですね、3時ごろ、いつもまあ、夜中1時、2時ごろ、YouTube 見たりしてるんですけども、ちょうどね、まなぶさんっていう方、私初めてだったんですけども、YouTube の撮り方っていうか、アップし方っていうのをね、まあ、初心者マークっていうか、そういう人たちのために、動画撮ってるのがあったし、それがね、2年前の動画だったんですね、2年前で。それで、まあ、とってもね、分かりやすくって、流暢に説明もよくって、まあ、プログラマーしてた人らしいので、達者な動画だったんですけど、私もちょうど機材でね、撮影するのになんかカメラが必要なのかなとか、マイクが必要なのかなとかね、照明がやっぱりダメなのかなとか思って、なんかちょっと悩んで今、悩んでるとこだったもので、ちょっと見てたんですね。そしたら、その真鍋さんっていう方はですね、もうずっとね、動画撮り出してからずっと、まあ、撮影してる時は2年前だったんですけども、スマホっていうか iPhone で撮ってるっておっしゃってたんです。で、もうそんなにね、機材をいろいろ、高いものを買い出してもね、もうとてもいっぱい無数にあるので、その機材に凝ったりする必要ないっておっしゃってたんで、ああ、そうなんだと思って、私も、まあ、パソコンばっかりね、頼ってたんですけど、スマホがいいのかなと思って、それでその iPhone でなくても、Android でもいいっておっしゃってました。で、私もね、ちょっと安心して、今日、また撮って、しばらく撮ってなかったんですけども、また撮り始めたんですけどもね、そんなに、まあ、カメラ買おうかなとか思ったりもしてたんですけど、もう買うのもやめて、そのね、スマホの中の、まあ、iPhone の中のね、内蔵の、アプリに、それを、録音っていうか、マイクでもいいし、画像もそれで十分ですっておっしゃってました。まあ、その方の、マナブさんはですね、私今2年前だったので、どうしてるのかなと思って、近況知りたくて、これはちょっとツイッターにも書いたんですけども、調べたんですよ、ツイッターで。そしたら、最近まだ投稿してらっしゃいまして、詳しく見てないので、どういう近況になってるかわからないんですけども、まだ頑張ってるんだなと思ってね、いろいろとてもいいことおっしゃってたんで、マナブって、MANABU の学さんなので、ハンドルネームで検索したら出てくるんじゃないかなと、ツイッターで検索しても出てくるかと思いますので、何か YouTube 関係とか、YouTube だけじゃないんです、その方はね、いろいろアフィリエイトのこととか、いろいろブログも書いてらっしゃるみたいなので、ちょっとそういうネット関係の勉強したい方は、見てみるといいかなと思います。で、私はそのツイッターにそれ書いたんですけども、その方のことちょっと書いたんですけどもね。で、もう一つね、私は今朝、書いたことがあって、それは、言葉は嘘をつけないって書いたんですね。で、それツイッターに書いたんですけども、言葉は嘘をつかないじゃなくて、つけないんですよね。言葉っていうのは、じゃあ言われたこと全部、その出てきた言葉が全部本当かっていうふうになるんですけども、
言葉は実はどんな言葉を使ったとしてもね、ビジレイクとか美しい言葉を使ったとしても、それは本当に見抜く人が見れば、見抜けたらそれ嘘は嘘だったら、本当だったらまあ本当につ本当なんですけども、嘘の場合だとバレちゃうわけですよね。で、言葉は今国会周辺でですね、小西文書から始まって、高市早苗さん大臣のこととかですね、いろいろその捏造という言葉がどうだとかね、辞任しろとか言葉が飛び交ってまして、今回は小西文書を出した小西さんが今度は猿憲法審査会かなんかの人たちにはやってる審査会は猿の蛮族だなんていうような言葉を使ったんで、それは差別用語だからあれって言って、立憲民主党のその役をですね、まあ、小西さんがその役だったらしいんですけども、更迭されて外されたっていうことで、夕べちょっと私もその時間に3時頃ですけど、小西さんの会見っていうのを謝罪会見って出てたんですけど、謝罪じゃなくてね、記者たちがそのオフレコで小西さんがそのオフレコで話してるのに、それを、フジテレビと産経新聞だったかなが書いた、新聞に書いたのか、そのネット記事なのか、それから動画を出したのか、ちょっと分かりませんけど、私が見たのはテレ東ビズだったと思うんですけども、テレ東ビズで見たんですけども、それをですね、オフレコで出してるのに、それを記事かオープンにしちゃって、国民にばらしちゃったので、それを訴えるとかって言ってるんです、まあ、名誉毀損だとか、その報道がそのオフレコであるのにもかかわらず約束を疑えて出すっていうのは、報道規定かなんか分かりませんけど、それでです。とにかくその記者たちにまあそういう話をしている、いろいろその、まあ、弁解かなんかあれですけども、その自分はこういうつもりで言ったっていうことを延々と言ってて、1時間ぐらい喋ってたのかな、まあ、そういうことを言ってたんですね。それで記者が、それでじゃあそれは議員からその報道に対する圧力じゃないかっていうような、ちょっと最後に言い寄るっていうか、そば行って言い合いしてるみたいなとこもあったんですけども、言葉がですね、その言ってる言葉が真実なのか事実なのかっていうのは、その国民っていうのは政治の言葉でなくても一緒ですけど、まあ、個人的にね、例えば付き合ってる女性にね、愛してるって言われたら、それ本当に自分を愛してくれてるのかどうかっていうのは、その言葉は見抜けないと嘘かもしれないんですよね。で、言葉は嘘ではなくて、事実はそこに隠されていて、例えば愛してるという言葉を言った時に、それが嘘かもしれない、なんかこの人言ってる言葉は本当ではないなって見抜かれたら、その言ってる言葉は嘘なんですね。だから必ず見抜かれる、 見抜けない人が 見たら、聞いたら、その見抜けないからそのまま隠されてしまうんだけど、見抜く人が見たらね、必ずそれは嘘だっていうこと分かっちゃうわけですよ。だからその言葉は嘘つけないわけですね、どんな言葉でも。だからその自分がそのね、事実なのか真実なのか、例えば報道されてるのが、まあ、よく報道されない自由とかね、それから、問題になってるのが放送法でですね、両論列記って言って、その兵器って言って、その両方の重大なこと問題に関してはですね、国家の重大なことに関しては放送法で、テレビとか新聞とかマスコミは両方の意見を出さなきゃいけないですよっていう放送法にあるんですけども、それは報道の方から言うと、報道は自由だから何言ってもいいんだ、報道の自由があるというか、表現の自由があるからっていう言い分があると思うんですけどもね、
そこであのじゃあどっちがあの正しいのかって言って、私はあの報道の自由とか放送の自由、あの表現の自由というのは大事なことではあるけども、テレビとか、まあ、あの新聞はね、例えば赤旗とか共産党の新聞ですから、まあ、自由に共産党の考えであの書けばいいし、あの朝日新聞も、まああの自分のところだけのね資本でやってるんだったらそれでもいいと思うんですけど、まあ、軽減税率とかで大手の新聞っていうか、そういう公共色の強い新聞はあの消費税が安くねされてますけど、放送も放送法っていうのある、なぜあるかっていうと、やっぱりその放送も局いくつあるんですかね、あの民放でいうとあれでしょ、 NHK 入れても、日テレ、テレ朝、フジテレビ、テレビ東京、テレビ共同系、テレビ東京系ですよね、毎日新聞、日テレ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京って東京圏だったらこれぐらいで、あとまあ地方にそのキー局の、まあ、参加というかそういうテレビ局ありますけど、結局その電波をあの、まあ、独占してるわけだからね、そんなにあの自由だからって言って表現の自由があるからってそんな偉そうにね大手振って何言ってもいいんだって何してもいいんだっていうことはないと思うんですね。例えばすごく影響力が強いわけですから、電波をもう独占してるわけですから、インターネットと違ってね。だからそのやっぱりテレビ局にはテレビの放送にはある程度ね、よっぽど極端なあの報道に極端なですね、その報道はやっぱりある程度あの、ちゃんとあの規制というかですね、あの両方の意見を言いなさいっていうね、まあ、ワイドショーなんかよくねあの片一方だけで喋って言うっていうことがよくあるみたいで、その、放送法のねその両論っていうのはね必要ないって言ってテレビなんかは言うけども、そうじゃないと思うんですよね。そういう 大きな問題に関してやっぱり両論するっていうのは優遇されてるし、その電波を独占してるわけですから、公共って考えたら片一方だけのね、例えば赤旗でなくても共産党の赤旗に近いような意見ばっかりずっと垂れ流してると、その影響を受けちゃうわけ、ワイドショー見てる人は。それしか見ないとね、インターネットのテレあの見てる人は両方見ておかしいなっていうの分かりますけども、で今朝ね私は気がついたんですけども、あのネットでですね、日テレニュースだったかな、ちょっとあの確か日テレだったと思う、 BS 日テレだったと思うんですけども、なんか新しい番組を出して2時間番組で報道のなんか出すっていうのをね、あの出てたんですね今朝ね。そして夜中ですけど3時頃ですけど、それでは始めるんだと思ってね、その時私は気づいたんですけども、やっぱり今ねインターネットはねかなり普及してきたから、その例えばまあ YouTube とかも見る人も増えたしね、年寄りもまあ見る、私のような人でもあの見て聞くから、あれワイドショーで言ってることと違うなとか、ネットで出てるのになんであの地上波にはそのニュースは出ないんだとかね、例えばあの東京都 女性のなんか支援しているコラボっていうね、あの、NPO の団体ですけども、そちらそのこと の不正会計というか不適切会計みたいな話がもうずいぶん前か何ヶ月前から私でも目にしてたんですね、流れてくるからね。それであのコラボってなんだろうと思ってしばらく分かんなかったんですけど、よくいろいろ見てみると、何か不正っていうか不適切というか、あの分からない、領収書のないようなお金が出てるとか、いろいろその公金が NPO にあの流れて、東京都の、まあ、契約なんかもちょっとおかしいんじゃないかっていうようなことがあるみたい、まあ、そういうような問題が、例えばコラボ問題っていうのがあるんですけれども、二頭なんとかさんっていう人が代表してる、でそれをインターネットで見てずっと出てるのに、あの地上波、まあ、ずっとね地上波、私はあの、バンしてるわけじゃないかわからないですけど、まあ、知らないうちに出てるかもしれなかったんですけど、でもまあ出てないっていうふうにインターネットの、番組では YouTube なんかでは出てるので、
出てないんじゃないかなと思って、でそういうふうに取捨選択してですね、テレビ局もこれはちょっと言った方がいいとか、これは言いたくないとかね、テレビ局の都合で隠したりするもあるわけですよ、番組その放送報道でもね。で、私の印象ですけれども、例えば今台湾の蔡さんっていうね、まあ、トップリーダー、台湾の総統ですけれども、今アメリカ行ってます、確かアメリカだったとも言ってますけども、民主主義、バイデンさんが集めた民主主義大会みたいな会議を開いてて、して台湾から、蔡さんが行ってますけども、そうね、台湾から蔡さんが行ってる放送ってね、まだテレビ、まあ私は見てないのもありますけど、もちろん見てないのいっぱいありますけども、まだね目についてないんですね。蔡さんが行ってこうだっただったって、すごく褒められてるのに現地では歓迎されて全然流れてこないんですよね。でまあメジャーリーグの、大谷翔平のその活躍とかね、吉田さんのとか、まあ、ついでに言うと、私もその、日本が優勝した時はもう普段全然スポーツ音痴なのにもう見てですね、もうハラハラしながら見たという、もう感動したんですけど、まあ、その放送をしてますけども、蔡さんのはまだやってなかった。そういうふうに地上波ではですね、まあ、BS も含めてですけども、テレビっていうのは局が優遇されて独占してるのに、自分たちの都合のいいように、まあ、例えば TBS はサンデーモーニングっていうんですか、サンデーモーニング、サンモニってよく言われてますけども、その放送がですね偏ってるっていうふうに、よく言われ、インターネットのニュースではよくそういうふうに言われてますけども、そういうような偏った放送に偏ってはいけないって出てるけども偏ってるっていうところで、まあ、報道の関係の人たちとの意見が割れてるっていうことではあるんですけど、まあ、今回ねその、まあ、そういうふうな全体的なことを総合的に判断して、視聴者はこれはおかしいぞと、なんかちょっとこれは変なんじゃないのこの言い方は、例えばコメンテーターがですね、私は最近1週間ぐらい前とか10日1週間ぐらい前にネット記事で読んだんですけども、まあ専門家っていう話をね、その記事は書いてたんですけど、専門家、自称専門家みたいなね、まあ、三浦瑠麗さんのことを自称国際政治家、国際政治学者っていうふうに自称つけた人がいて、ネットでは自称って出てましたけど、叩かれだしたらあんなふうにも、夫が逮捕されたらあんなふうに叩かれるんだなと思ってね、あれだけもてはやされて、三浦瑠麗さん朝まで生テレビでね、田原総一郎さんの番組に行って、私も朝まで生テレビを、初回からずっとほとんど見てるんですけど、旅行してもホテルでそれ見るんですけどね、月末の金曜日にあるのでだいたいそこら辺りを気をつけてて、番組表を見てね、あったら見るんですけど、ずっと見てきたんですけどもね、でここ何年かは三浦瑠麗さんでずっと出てたのに出なくなって、あれおかしいなと思ってたら、まあ、そういう事件があったっていうんで、太陽光パネルのでね、なんか逮捕されたって、いろいろ政治的なあれもあるらしいけど、ちょっと分かりませんけど、まあ、そういうふうにまあ、マスコミっていうのはね、その自分の都合でいろいろ、コメンテーターもそうですけど、コメンテーターもね、テレビ局に合わせて喋ると思うんですよ。私も昔も何十年も前ですけども、テレビのコメンテーターで呼ばれて出た人からですね、一回でこう降ろされたって言われた、言ったの聞いたことあるんですけど、それはなんか自分の言いたいことを、全部本当のことを言ってしまったら、テレビ局と合わなくてダメで、呼んでくれ、もういいですって言われたっていうようなこと言ってましたけど、何のテレビ番組か知らないですけども。でコメンテーターもね、やっぱり自分の仕事ですから、例えば何十年もね、何年も、吉永みち子さんも長いですよね、何年も、もう10年ぐらいやってんじゃないですかね、
すごく長い何年もねそれ仕事ですから、まあ要するに出なくなったら仕事がなくなるわけだし、やっぱりテレビに出る以上ある程度はね、まあちょっとぐらいはね、まあ全体的なその番組の主張みたいのは聞いてるんじゃないかなって、私知らないですけども、まあそういうふうに憶測するんです、まあ推測するんですけども、なんかねやっぱり自分の都合って自分まあ生きていくためのね生き方ことで、まあ言っていいことと悪いことっていうのを判断しながらまあ言うと思うんですね。地上波ではあんまり言っちゃいけないとかもあったりして、でまあそういうふうなことなので、言葉なんですけども、まあ、もう一日中24時間ね、いろいろもうネットからテレビからいろいろ、まあ、新聞もそうですけどインターネット記事からもね読んだり見たりした場合にですね、特に映像はインパクト強いんですね。同じ例えば人を殺したっていうのを文章で読んだ、私は文章を書く人ですけども、書く人間ですけども、その人を殺しましたって、誰それが人を殺しましたって言った場合ですね、知ってる人の誰それっていうんだったらまああれですけど強いですけども、知らない見知らぬ人の A さん B さんがね人を殺したって言っても、本でもしそれを記事とかで読んだり本を読んだりして活字で読んだ場合はまだ印象がインパクトが薄いんですね、映像よりも。だから地上波とかテレビっていうのがすごくインパクトがあるので影響力もすごいので、やっぱり、今視聴率がもちろん落ちてるんで、昔に比べれば落ちてるけども、それでもね影響力っていうのは強いわけですよ。だから特にそれでまあ有名な人が出て何か言うと、それ正しいのかなと、正しいんだろうなってこうもう鵜呑みにしちゃう人っていっぱいいるわけですよね。だ三浦瑠麗は悪い女なんだみたいなこと、もし有名な人が一人が言ったらですね、ああそうだ三浦瑠麗ってのは悪い人なんだってみたいに思っちゃうわけですよ。だからそのテレビで言う人コメンテーターっていうのはやっぱりそこのところはやっぱり公平にですね、本当は客観的に話さなきゃいけないんですけども、だからまあある程度自制して長くね続いてるそのそういうコメンテーターはね長く続いてる人は気をつけて喋ってると思いますよ。ただその聞いてる方はですね、その聞いた通りに、まあ、鵜呑みにしないで、例えばねバイデンとトランプの大統領選の時はね、日本のテレビ局はなぜか分かんないんですけど、民主党応援でしてたんだと思うんですけど、バイデン応援してたんですね、すごく。でその時、まあ、今バイデンになってますけども、トランプが最初に出た時にね、トランプで民主党が勝つって言ってたんですよね。そしたら共和党が勝ってトランプがなった大統領になったんですけども、その時日本はね一色民主党の、バイデン支持だったんです。で、まあ、インターネットはちょっと別ですけども、その時にね本当にまあ、トランプの例えばまあ、全部翻訳で外国の例えば韓国の放送でもそうですけども、日本語に翻訳した言葉だから、例えばあいつって言ったこと、彼って言ったのとね、あいつっていう言葉とでは同じ彼彼女でも違うでしょ、印象が。あいつって言ったその言葉をですね翻訳してるから、言語で聞いてるわけじゃないからわからないわけですよね。それから映像もトランプのこの変な顔ばっかり映してですね、そしてトランプの悪いことばっかり言うっていう、今はトランプが起訴されたっていうことありますけども、で普通にこうなんていうのかな、おとなしい感じっていうか紳士的な姿をですね、まあバイデンはひょうひょうとしてますけども、そういうようなとするとね、なんかトランプは悪者になってしまうっていう。昔ね私は自分も騙されたなと思ったんですけど、村木厚子さんが、まあ、冤罪だったんですけども逮捕されて、まあ拘置されたんですけども、その時ね、この人そんな悪いことした人なんて、そんなまあ騙したようなことね、郵便局の関係ですけども、郵便のあれで、
したそういう風にしたらね、写真があの画像映像ですけども、テレビに出てくる映像がね、すごくね、あのなんかすごく悪い女に、汚い顔に見えるんですよ。それはなぜかっていうと、汚い顔のところを映してる、特に女性だから、あのそれを出してるんですよ、テレビが。でね、私はそれについてね、ちょっと聞いたことがあるんです。ある編集者がね、なんかわざとね、新聞とか出すときに、気に入らない人だとね、顔汚い顔で映すらしい、出すらしいんですね。それで、あの、女ですから、なんか出して記事ね、顔写真出してくれるんだったら、綺麗なとこ、ちょっとでも綺麗に撮ってもらいたいと思うでしょ。で、いろいろ何回もこうカメラこう動かして映したりするけども、載せるときは一番変な顔を映すそうなんですね。出すそうなんですね、それ。気に入らない相手だと。つまり、そういうことをあのメディアはするっていうことがあるわけですよね。全員かどうかわかんないけども。だからね、やっぱりそれを見抜くっていうことを、だから悪い、犯罪人だっていうふうに村木厚子さんはね、教養のある立派な人だったんですけども、その後なんか、コラボだったかな、今回の事件のこれは関係するらしいようなことも聞いたんで、と思ったんですけども、とにかく印象でね、言葉もそのままその人の鵜呑みにするとか、マスコミが書いてることをそのまま鵜呑みにして、一方的な意見だけ聞くとかね、そういうようなことをしてると、例えば放送法の問題出てますけども、例えば今ウクライナでね、ロシア派の人が、ロシア親ロシアとかロシア派の人がウクライナの中に結構大勢いるらしいんですけども、例えば中国では香港にですね、どんどんその、北京寄りの人たちを毎日200個中国研究家の話ですけど、見た話で聞いた話ですけど、送り込んでるって言って、今ね、どれぐらい送り込んでるかしら、つまり人口を変えるっていうね、分かりやすく言えば、例えば沖縄を外国が取ろうとか、例えば今ですね、北方領土にロシア人をいっぱい入植入れましたね。で、それからユダヤ系の人たちを入植させ、エルサレムとかそういうようなあっちの土地ですね、イスラエルを作ろうとしたらそっちにイスラエル系の人を入れるとかね、どんどん国の人口を変えていくっていうことあるわけですよね。だから、そしたら日本はどっちかっていうと、海に囲まれてるんで、そういうことはあまり少ないですけど、それでもね、今ですね、中国人の外国人の人も多くなってますし、問題になってるのは北海道の森の買い占めとかですね、なんか買われてるとか、水がこれから不足してくるから水源地をね確保するって言って中国人が買ってるとかっていうようなことがあったりして、いろいろそういうような中からね、今外国人の参政権をうんぬんって言って、どこの市川市ですか、市川市は違いですね、市川市はウイグル の, 土葬を認めろっていう運動で、その土葬を許可する地区になるんじゃないかって、まだなってないんですけども、許可になるんじゃないかって言って、すごく大勢でその外国人が土葬したいわけですね。ところが日本は今も火葬ですから反対運動があるんですけども、でもそれで外国人差別だとか、その外国人が多くなってくると今度ですね、地方参政権みたいので選挙で、じゃあ地方、野党の関係の人たちはもう票を取りたいですから、保守層取れないので、今度反対する外国人とかを入れてですね、東京都の武蔵野市が、それで女性市長がですね、外国人参政権、賛成の 人が市長になってますけども、そんな風にして変わってくると、今度そのたくさんになってるその意見が多くなってくると、その反対のことを言えなくなって、一方的に例えばテレビでですね、元に戻るとテレビの地上波な地上波、BS でもそうですけども、この5局か6局しかないようなキー局のところで毎日毎日ワイドショーがですね、その
そのなんていうの、外国人に、都合のいい意見みたいのばっかりコメンテーターが言うようになって、どん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 洗脳されていってですね、そして最後はね、あのまあ何でもかなんかで国家転覆じゃないけどもね、そういうことだってないとは限らないんですよね。だからあの戦争っていうのはまあ今ね、なんか昔の第一次世界大戦みたいな、あの戦争と平和ってあのトルストイの小説にあるし、それからあの、映画にもありますけれども、なんかあの戦車でね撃ちあのしたり、まあ、ミサイルで撃ち合してますけども、大砲で撃ち合してるような、なんか地上戦やってますけども、あんな戦争でなくては内部からね壊していくっていう、中国はその非常にあの賢い国だからそういうことをしてるわけですね。人口を変えていく、だ香港で反転運動が激しいから、一国二制度であの民主化運動っていうのですごく激しいから、香港の人たちがもう逮捕されるの嫌だ、拘束されるからもう脱出してですね、意識の高い人は、お金のある人はもう脱出してね、何べもう、数字はちょっとあれですけども、あのすごく大勢の人が何十万か何百万かでもう出てるそうなんですよね。でそしてそこにその北京からですね移住できるように、香港を変えるために移住させるっていう国の政策っていうのがあって、そう移住させて香港で文句言わないようにするみたいな、そういう入れ替えるっていうことがあるわけです。そういうことをするためにその放送法っていうのは、偏った放送をしてるとそういうことだってあるんで、まあ国家転覆みたいなこともあるわけですから、ね、だからその両論でちゃんとバランスとって放送しなきゃいけないですよっていうのが放送法なんだけども、まあそういうわけでそのマスコミ報道とかですね、インターネットもそうですし、私が言ってることもね、それが本当かどうかっていうのはあの判断力、判断して、まあいろいろですね、あのまあ他の人の意見も聞くなりね、本を読んだりして、それで自分がその洞察力、判断力を身につけていないと騙されてしまいますよっていうようなことで、ただ単にですね、まあ原発反対とか戦争反対とかだけでね、それが済むのかどうかって、昨日かおとついですね、おとついでしたかね、シンドラーのリストっていう映画を、BS プレミアムであのテレビでやってましたけども、ランチタイムちょっと後でね、食後に年も時々西部劇とか好きで見るんですけども、シンドラーのリストを、ね、してましたけどね、あの時に、あれを見るとね、みんな武器持ってないから、銃を持ってるそのナチス軍に、ドイツ兵に、ドイツ軍のね兵隊にもう言いなりに、いわゆる昔の汽車に乗って、貨車に乗ってですね、アウシュビッツに送られていくわけですよ。抵抗できないんですよ、で銃持ってるから。そしてガス室に裸にされてね、真っ裸、女性も裸ですよ、ね、ガス室に入ってからじゃ、その前に検査される場面があるんですけども、広場みたいなところ真っ裸でですね、こっちやっちって、その体の元気そうな人は仕事させる、もう仕事できそうにないね、老人は焼き殺される方向にこう分けられるわけ、選別されるわけ、真っ裸で体身体検査みたいに。そして女性たちがね、元気そうに見せなきゃいけないから、こうね、紅を何かの口紅かなんか塗ったりねして、元気そうに肌を青く見せないようにしてて、今朝私もちょっとメイクしてる時に、この、 あの頬をねこう触ってる時にね、そのシンドラーのリスト思い出したんですけども、彼らがなぜねああいう風にあの黙々とな行列して出て、あのアウシュビッツに入っていかなきゃ、ガス室に入っていかなきゃいけなかったから、 いけなかったかっていうと抵抗できなかったからですね、銃持ってないから。そしていつか逃げられるか助かるかと思って、希望を持っているうちにどん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 逃げられなくて、ポーランドでももう逃げた人はもちろん、お金ある人とか財産ある人は逃げて生き残ってる人はあるし、その日本がですね、日本 の、 あの大使館の人があの、助けた人も助かった人もいますけども、
それからシンドラーのリストではシンドラーが1100人を助けたんですけども、そういう助かった人もいるけども、大半の人がみんな言うなりになって死んだわけですね。で、日本も戦争に負けた時に全部武装解除されたわけですね。だから兵隊たちはみんな持ってた、中国とか、開拓団のとこにいた日本兵たちも全部銃放し手放しましたよね。で、中国大陸にいた人たちもソ連の列車に乗せられて、ダモイダモイって言ってね、日本に帰れるのかと思って、で、汽車に乗ったら、銃持たないで乗ったら、もちろん持てませんからね、武装法解除ですから、もう持っちゃいけないってことになってるわけですから。そしたらどこに行ったかっていうと、シベリアに連れて行かれて、そこでシベリア抑留っていうのがあって、シベリアでもう凍土ですね、凍ってる土を掘らされたりしてやらされたわけですよ。それは結局自分は丸裸だからそういうことになったわけですね。だから私はその、今デモなんかでしてね、みんな旗持ったりしてプラカード持ったりしてデモしてるその行列を見るとね、私は非常に行列嫌いなんですけども、まあ、嫌いって言うんですけど、まあ、行列したわけじゃないんですけども、安倍さんの一般献花っていう時に、国葬の時に、国葬儀の日に、九段下行ってですね、3時間半歩いてね、9キロぐらいあったんですかね、行列になってましたけども、それは別にデモとかじゃなくて個人で行って歩いて行ったら並んでるんじゃなくて、歩いて行ったら道にそういう人たちがいるってんで、行列ではないんですけども、延々とね、長いもう大勢がいたもんですからね、3万とか4万という人がいたみたいです。とにかく3時間歩いて九段下からその一般献花のとこまでぐる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 回ってですね、行ったんですけども、だからね、そのデモのね、行列を見ると、列みんなデモ隊でこう行くでしょ、並んでるのを見ると、そのシンドラーのリストでですね、みんなが並んでアウシュビッツに入っていったのを思い出すんですね。だから並ぶのは私は嫌いなんですよ。で、どうしてね、その反対派の人たちはその行列で並んでね、反対するのかなと思って、広場とか集まったりなんかするのはね、私は非常に人と集団行動するのがとても嫌いな、そういうようなことがあったので、戦争負けた時にですね、ドイツでもそういうこと、ドイツの、負ける前ですけども、ドイツがですね、ナチスがやってた時にはそうやって、もう長い列車に乗せたりですね、そう動いたりしてるっていう、そういうようなことがありましたので、すごくね、行列とか集団になってね、デモ隊とかね、デモになる、デモを見るとね、私は非常にね、なんかもう集団で何か誰かにこう旗振られて、その人にただあっち行けこっち行けってね、やられてるように見えてしまうんで、私はあんまりそういうことは好きじゃなくて、そういうことには行ったことがないんですけど、まあそういうようにですね、反対運動でもそうですけども、中にその1人か2人何人、まあ、10人ぐらいあるかもしれないですけども、リーダーなる人たちがいてですね、先導するわけですね。こう別に左翼だけじゃなくて右翼もそうですけども、先導してこれが絶対いいよ、あっちがいいよって言って、私の友達に70歳ぐらいになって目覚めてですね、急に愛国運動みたいな保守運動を始めた人がいて、まあその人は運動って言っても、まあ勉強会をして本を読んだり、それから日の丸をね、国旗だからあげようということで、これは私は正しいと思うので、日の丸国旗をね、この前は大谷翔平君がこうして国旗をそういう綺麗だったですね、日の丸に日本の国旗がね、非常に一番綺麗だったんじゃないかなと思うんですけども、それはアメリカと戦ったから、アメリカの、野球選手は正常期を肩に担いでね、それ国旗ですから、当然だから昔はね、いつも祝日祝祭、日本国民の祝日には国旗を上げてたんで、国旗を上げるということは正しいと思うんで、別に彼は間違ってないと思うんですけど、ただね、私誰かに先導されるっていうのはもう好きじゃない、自分一人で考えて一人で判断するっていうの、
先日ですね、川の、 急流下りがあって保津川の事故がありまして、あの時に私は自分の家族ラインにですね、信用してないから、川下りに乗らないってラインに入れたらですね、子供がうちの子供が保津川、京都行くたびにね、その保津川のあれ下りに乗ってたって言ってね、ええー、と思ったんですけれども、私はまあ信用してないので、その信用してないっていうのは、急流でですね、船頭さん一人を頼って乗るって、命をそれを命をそんなことに預けるっていうことはね、とてもできないので、しないっていう、乗らないっていうふうに言ったんですけども、ツイッターにも書いたんですけども、まあやたら信用しないでですね、自分の考えを、まあ、よくいろいろ考えて、いろいろ比べてですね、両論だけでなくても真ん中もありますから、そうして、その言葉はね、結局嘘をつかないっていうのを、つけないっていうのはですね、よく城東区で、桜爛漫梅福行くって言いますけども、桜爛漫梅福行くっていう言葉は自分の言葉ではないわけですね。それは既成語だから、決まってる言葉で上等句だから、もともと昔からあるわけですから、自分の言葉ではないんだ。だから桜爛漫咲いてますねって言ったら、爛漫かどうかっていうのはやっぱりもう一回考えなきゃいけないっていう、そういうことなんですね。言葉嘘をつけないっていうことは、なんかその爛漫っていうのは、爛漫って言った言葉がそれが正しいか本当かどうかっていうのは、言葉がちゃんとそれを表してるわけだから、真実を言葉は言ってるわけですよ。人間が嘘をついたとしても、言葉はそれを見抜く要素を持ってるわけです。そして見抜くのは人間だから、それを言葉が正しいかどうかっていうのはちゃんと見抜くっていう力をね、持たないと人に騙されてしまうと。ちょっといい何かくれるとかですね、優しい言葉かけるとかね、グッチのハンドバッグ買ってくれたからとかね、まあそんな物ってね、お金とか物だと誰でも分かりますけども、やっぱりね、本当に自分がもう命かかった時に助けてくれる人かどうか、私はよく後輩に言うんですけども、あなたを助けてくれる人だったらね、言うこと聞いてもいいけど、そうじゃない人はがあれこれ言ってもね、そんなこと聞く必要ないから、聞かないようにって自分でよく判断しなさいってよく後輩に言うんですね。よくね、関係ない人、そんないざになったらね、助けてくれない人に限ってね、ああだかこうだかっていうことをよく言って反対したりですね、例えば、お洋服一つでもね、そんなのこんなの買わない方がいいとかね、何か習い事行こうと思ったらピアノ始めようと思って、今からピアノしたって指が動かないんだから、そんな思ってなんかやめなさいとかね、で家買おうとしたら、あそこはねきっと値下がりするからやめときなさいとかね、そういうことを言うわけです。私は家族にもとか相談したことなくて、家建てる時も言わないっていうか、自分の判断でやってます。まあそういうわけで、騙されないようにするために、言葉は嘘つきませんので、それを見抜く力を、まあ本を読むとかですね、よくいろいろ調べるとかで、賢く判断力を持って、言葉に騙されないようにしましょうっていうことを今日は、ちょっと止まらないで、パソコンも今動いてますので、なんとかぶち持ったようなので、これで終わります。またチャンネル登録よろしくお願いします。